そうだといえばダジャレの方さ。そうだろ。そうだね、かわいそうだ。というわけで新ステージをまさかのソーダくんで走っていくよ。よもやよもやだ。急スペックなソーダくんで一体何億点取れるのか見ものなんだぜ。ベストコンビランキング見た人はもうわかってると思うけどね。しかしなんでソーダくんは古いのに今でも使われてるんだ。古い新しいも一つの指標でしかないってことだね。学歴で人の賢さを全て測りきることができないのと同じさ。でも大体の低学歴はバカじゃない。ブーメラン刺さってるぞ。だからソーダくんはその大体から漏れる存在ってことなのさ。ソーダくんってそんな特別な感じあるかしら。指標がないと何も考えられない人のために言っておくと、ソーダくんはレアクッキーなんだよね。レアクッキーっていうのは特殊な性能が多いんだよね。でもソーダくんに限って言えばココアジっていう上位互換がいる気がするんだぜ。やっぱり似た性能だとスーパーレアの方が強いんじゃないの。うん、だってココア3速度遅いし、あと多分能力発動中の全然リスコアアップもないんだと思う。よくわからんがステージ次第で環境レジェンドよりスコア出せるのはぶっ壊れてるよな。このステージにおいては完全にタイムキーパーを超えてるものね。それだけハマってるってことじゃない。運営もステージ作るの大変そうだね。まあレアクッキーが強い環境はありなんじゃないか。どっちみちコカが育ってないような人はソーダも育てられてないし変わんない気もするわね。ソーダ難しいしね。ソーダくん特有の宝物先生なんだぜ。速度をぶっ破して、地図の回復では能力発動もするわね。何気に能力発動とダッシュアイテム生成が噛み合ってて、ソーダくんと地図の相性は抜群なんだぜ。正直使い道が限定されるから普段はこういうクッキーとかおすすめしたくないけど、ソーダくんや地図は汎用性が高すぎるから育ててもいいかもね。いつになったら使われなくなるんだと思いながら早半年が経ったわね。特徴ある分レアクッキーは長生きしやすいと言っても異例なんだぜ。今の今まで判断が遅れたけど、ソーダくんはぶっ壊れ認定してもいいですね。そう考えると他のレアクッキーはそこまで強くないわね。ロックスターなんかはハマるステージったら楽しそうなんだぜ。宝物の聖杯リンゴ雨カーペットの組み合わせいいわよね。一種のロマンだね。うおー、特殊な組み合わせで走りたいぞー。そこにカスタムランがあるじゃろ。競技で走りたいんだぜ。ゴールドチケットのために走らないといけないけど、毎回に多様な組み合わせで飽きるよね。かといって好きな組み合わせで走ると順位落ちちゃう。前から言われてるけど、ライン版みたいなシステムのモード欲しいわよね。ゴールド宝箱の仕様も優しくしてほしい。正直ライン版の記憶がないんだが、どんな感じだったっけ。失者が言うには純粋なスコアを高め合う感じだったらしいよ。よくわかんないわね。ライン版ちょろっと触ってみたいよな。韓国ではあるらしいわね。ラインって韓国の企業なの。カカオトークが韓国のイメージなんだぜ。ネットの自称偉い人が言うには、日本は韓国に侵食されてるらしいわよ。でも自称偉い人ってバカじゃん。そういうこと言うとバカにバカにされたって怒られるぞ。何それバカじゃん。常に客観的に自分を見ることは難しいけど、行動を起こすときは冷静に考えられるようになるといいわね。つまりバカバカ言っちゃダメなんだぜ。そうなの。さあ、深い話しようとしてめんどくさくなったんだな。モチベが1分1秒変化し続けている。そういえばダイパリメイク来たわね。スイッチで来るらしいな。スイッチ持ってないよ。早くスイッチの時代終わらないものかしらね。3万円くらいなんだし買えばいいんだぜ。3万円って私の年収に値するよ。それに買ってもすぐ飽きそうだしね。まあソフト買うのにも別料金かかるしな。みんな何気にお金持ちだよね。みんな働いてるのよ。働くのが当たり前なんだぜ。それはなんとも息苦しい世の中で。ところでダイパの話に戻るが、ちょうど私は世代なんだぜ。幼稚園の年長の頃よね確か。歳がバレる。でも小学生の頃はサファイアやってた気がするんだぜ。逆行スタイル。そういえばクリスマスにポケモンお願いしてたな。探検隊シリーズの新作ポチッと紙に書いておいてたら、タイトルの名前間違ってて、新しいのと古いの両方枕元にあったんだよな。今思うと申し訳ないよ。なんかクリスマスの夜の親のことを思うと、心がホワホワするわね。そんな親になりたいね。でもまあ子供は作りたくないよな。生まれてくる子がかわいそうって思っちゃう世の中だもんね。景気も良くならないかしら。ただ生きるだけならいいけど、幸せを望むと途端に暗く思えてくるんだぜ。というわけで私は反出生主義でフェミニストでビーガンです。っていうのは冗談だけど、どの思想も共感できる部分はあるのに、過激な人のせいで印象悪いわよね。どんな思想にもバカはいるさ。そして叩いてる側にもバカはいるんだぜ。関わらないのが一番だね。なら動画で取り上げるんじゃないわよ。お前今落下しただろ、スルーするな。はわ、誰も動画なんて見てないよ。私の話術にメロメロさ。話術って何かしらね。ただだべってるだけだろ。じゃあ漫才しますか。漫才というと小学校のお楽しみ会で滑り倒した記憶があるわね。やめてくれ、それは一番思い出したくない記憶だ。あの頃から私は社会的希望者だった。というか頭の中空っぽのくせに後悔だけは一丁前にしちゃうのよね。嫌なもんだな。でも最近は ADHD とか増えてるし、大抵のことは普通の範疇に収まる時代になってるわけだよ。気負いすぎないことが肝要ね。というわけでソーダくんの解説動画だったんだぜ。むくれてる白チェスかわいい。まだ走れる余裕ありそうよね。タイムキーパーとか無限に飛んでられそうだがな。というわけで尺余りしたので、ギルドバトルのアリーナ12にやってきました。この辺はお天気もいいですね。ちなみにゼリースキンはハーブくんの仲良し報酬です。
こういうシンプルなのが可愛っていいんだぜ。ちなみにステージルールとしてジャンプ回数100回追加されてるよ。ジャンプでニジクマをどれだけ回収できるかって感じだな。ヘリー味クッキーの飴もレベル0なのよね。どうせ弱いし影響も一緒的な。ギルバトには貢献したいがさすがに余裕もないんだぜ。早く全クッキー完走させてギルバトで1位取りまくりたいわね。うちのギルマスがいるから1位は無理そうだね。自分でギルド考えられてスコアも出してるうちのギルマスはかっこいいんだぜ。何気なく入ったギルドでいろいろ出会いがあったよね。まあギルドチャットほぼ ROM10 だけどね。たまにスタンプだけ押して存在アピールしてるんだぜ。認知されたいけど下手な発言はしたくないんだよね。青春の乙女の気持ちね。私はどちらかというとそういう思いを向けられる側だったからわからないんだぜ。ムカつくこと言うと殴るわよ。ごめんだぜ。恋愛ってバカにされがちだけど、経験しておいた方がいいことだよね。特に青春の甘酸っぱい感じは大人になってからは味わえないものね。私も気取って断らずにホイホイ付き合ってればよかったんだぜ。でもそうやって軽く付き合って相手を悲しませるようなことしなかった自分偉いとも思う。未だに恋愛とか好きとかがわかんないし。向いてないのかもね。でも何がわからないんだ。私みんなのこと好きだから一人に絞れないんだよね。仲良くしてくれる人はみんな好きだよ。八方美人タイプかしら。いやこれはガチで恋愛向いてないタイプだ。私もこの人のためなら他を全て投げ出せるって言える人と出会いたいよ。現実はそんな漫画のような感じじゃないわよ。って言っても漫画のような恋愛してる人もいるんだぜ。結局は感性が大事だよね。夢心地に行きたいな。そのためにはママが必要なんだぜ。最近よくママが欲しいって言ってる気がする。人間に必要なのは母性だよ。人は動物だということを受け入れろ。でもそんなこと言ってもママ欲しがるのは気持ち悪いわよ。子供欲しい人と出会えたらウィンウィンなんだぜ。何それ闇が深い。なんかこの動画黒歴史になりそうな気がする。 YouTuber なんてみんな黒歴史よ。人生なんて全部黒歴史なんだぜ。なんかすぐスケール広げてうやむやにしようとする人いるよね。はぐらかされてる気がしてモヤモヤする。ごめんなさい。誰を見て話してるかによるよな。自分しか見てない人は自分が納得したら満足しちゃうんだぜ。うん、そこら辺気分によるな。まあ人間なんてみんな気分やよ。おい。ところ変わりましてこちらゾンビ軍監視カメラ。ゾンビ味という味については置いておいて、その誕生の仕方に興味が湧いております。確かトリュフ味クッキーはトリュフと小麦粉が混ぜられてできたのよね。とするとゾンビ味クッキーはゾンビと小麦粉だな。果たしてゾンビはどこから採取するのか。そりゃまずだからゾンビを生み出すのも簡単よ。てか何で魔女って謎の存在だよな。クッキーワールドでいうところの創始者、神じゃないか。ストーリーが進むにつれてわかるのかしら。暗黒魔女との関係性も気になるね。暗黒じゃない魔女もいるのかしらね。現状のストーリーが全体のどれくらいなのか。早く本編完結してほしいよね。全クッキーが協力して戦うベタな展開希望ぬ。各クッキーの長所を生かして最後は勇敢くんが決めるんだぜ。なんか獣フレンズを思い出したよ。あれは名作じゃった。一気の最後のバトルな、あれ好き。王道がやっぱり一番なんだよね。安心して見れるのはいいわよね。そんなクッキーランの漫画が読んでみたい。読んでみたい。アニメでもか。韓国語わかれば向こうの市場制作に行けるのにな。もったいないよね。簡単らしいから覚えようかとも迷ってるけど、どうせすぐ飽きるのが目に見えてる。いやはや難儀なものじゃのう。そうだそうだ。というわけでご視聴ありがとうございました。のしでへのしは流行らなそうだし別の何か考えよう。ウッドを加えるでウトルとかふひふひ